清水上がってくる、折り返す、このボールを吉野、吉野がシュートに来た、キーパーの試合がワンタッチ、まあ、クロス上げると見せかけて吉野打っていきました、まあ、いい判断だと思います、十分あの狙える距離だったんで、いいシュートだったと思いますね。今のシーンです、枠には行っていましたね、町田戦では3が移籍初ゴールを決め